ともくんチャンネルです。はい、今回はねこの2つをちょっとだけ紹介します。はい、今日ね、ちょっと雨の中ホビーショップメガドッグさんの お店に行って、ちょっと接着剤もいらないね、プラモデルで、で、色も拭かないとかつかない、まあこのベジータやったらこの感じの色ですね。でこちらのそばうどんとかのやつやったらこのままの色とかっていうのがありまして、まあどっちも接着剤不要ですね。はい。でこちらはニッパーもいらないっていうやつです。はい。まあ、それをホビーショップメガドックさんのお店で今日、この2つを買ってきました。はい。まあこの時期ね、接着剤とかっていうのはまあいいんですけど、色を拭けないとか、天気のね、雨降ったりとか湿気が多かったりしたら、エアブラシとかっていうのは色を拭けない状態のプラモデルができてくるので、色を、つけない状態で色がまあこの状態やったらついてる状態のプラモデルを買ってきて、こんな感じでね、まあ毎日、天気が悪かったらこんな感じで動画配信ですね。はい、こういう感じで、やっていきたいかなと思います。はい。まあね、接着剤必要とか、まあカーモデルでも色を拭いてる状態の方を、組み立てるんでしたら、何もね、雨降ってようが何しようが関係ないんですけど、色を拭いてない状態で、またね、車を、カーモデルを磨くとか、足回りだけをつけるとか、そんな感じでやっていくので、だんだん中途半端なね、プラモデルができるので、今回はこんな感じで出来上がる、もう何も、しなくて組み立てるだけのね、プラモデルを買ってきて、これからっていうか、次回ですね、まあどっちか作っていきます。はい。ラクプラの R32 のスカイラインとか GTR ですねとかもありますが、それもね、僕ボディとかを色を拭きたいので、ちょっとまあ、仮組やったらできると思うんですけど、ね、少しそれは置いといて、こちらを作っていこうかなと思います。はい。ね、前回の動画でも、まあ、次回はジオラマの安土城とかっていうのを作ろうって言うてましたが、それもね、壁とか、屋根とかね、そういうのを色を拭いていくので、ちょっとね、まだ組み立てはしないです。はい。明日ですね、次回はどっちか、はい、レトロ自販機か、このね、ベジータ、はい、をどっちか作っていきと、いこうと思います。はい。まあ、ちょっとね、これから袋のままなんですが、一つずつちょっと紹介していこうかなと思います。少し、準備がありますので、お待ちください。はい。少しね、箱から紹介していきたいと思います。袋からもう部品ね、取って、ちょっと並べてみました。はい。これレトロ自販機のうどんそばですね。
はい、12分の1の、はい、可動フィギュア用アクセサリーって書いてますね。はい、こんな感じの昔懐かしいね、自販機のうどんそばのやつですね。はい、で、まあ、説明書はね、もうこの箱のとこに裏にね書いてます。こんな感じですね。まあ、細かい部品もありますし、大きな部品もあります。で、組み立てが1から、まあ、3行って4行って5で完、そこで完成ですね。はい、になります。で、部品でね、このこういう器とか、うどんそばとか箸とかっていうのも、はい、ついてますし、こういう感じで開いたり閉まったりね、そのうどんそばを入れたりとかするとこもありますし、ここ、はい、この絵の下ですね、のとこは割り箸入れるとこやと思います。はい。こんな感じになってます。はい。で、部品なんですけど、これ、僕ね、水のシールっていうかデカールかなって思っとったんですけど、ちょっと切っていくね、切っていって使うシールタイプの、はい、デカールになります。はい、ここにね、うどんそばとかありまして、はい、箸薬味とかで、こういう天ぷらうどんとかきつねうどんとか肉うどんとかっていうのもありますね。はい、まあ、こういうとこは押していくボタンのとこかもわからないですね。はい、でクリアパーツはこれだけです。はい、で黒い部品もこれだけです。これお金入れたりするとこやと思います。はい、で一番真正面に来るとこがこの部品です。はい、このここら辺のとこにこのうどんそばのシールが貼る状態になると思います。はい、でここにもね、シール貼ったりとか、ここにお金の先ほどのね、この黒い部分ですね、はい、がここにつくと思います。はい、で、これがうどんとかそば入れる器ですね。はい、でこれがうどんそばの、はい、になります。あとはね、こういう感じで細かい部品がありまして、これこの2本が割り箸です。はい、で、あとはね、まあ、真四角の、まあ、部品と、ね、長細い部品とか、はい、こういう部品とか、っていうのもあります。はい。まあ、これはね、レトロ自販機の部品になります。はい。この、感じになりますね。はい、まあ明日か明後日かですね。はい、まあ次回ぐらいには作れるかなと、はい、いけますね。で、これはね、本当にこの接着剤不要とか、レトロ自販機のうどんそばで、うどんとかね、そば割り箸2本とか、そういうのがあります。これは、
ニッパはいると思います。はい、またね、ちょっとベジータの方もう少し紹介していこうと思いますんで、少しお待ちください。はい、次はベジータですね。はい、スーパーサイヤ人ゴッドのスーパーサイヤ人ベジータですね。はい、髪の毛が青色のやつですね。はい、まあこれのね、僕これ1年ほど前かなに、このシリーズの、青い髪の毛の、孫悟空ですね、スーパーサイヤ人の孫悟空のやつを、買ってきて、それを作って、でそれをね、この青色とか、まあ悟空でしたらオレンジの服とかね、になりますが、それをエアブラシで色分けした記憶があります。で、もしかしたら僕のともくんチャンネルの YouTube で、載せてると思います。はい、もう1年ほど前だと思うんで、だいぶとね、前の動画になると思うんですけど、もしよかったら見てください。はい、まあね、今回はベジータなんですけど、これ足ですね、足の方、はい、太ももとかね、そういうとこで、こちらは腕の方ですね。はい、腕の方とかになります。それが、まあ戦闘ね、服ですね、服と腕とか足とかの部品になります。はい、で、こちらが手ですね。はい、これ4つありますね。あ、そうか、こっちはこっちで両方ね、パチンパチンとつけて、こっちはこっちでパチンパチンとつけていくやつですね。はい、で青い髪の毛の色ですね。で、これ体の、はい、とこになります。で、これがここにつく状態になると思います。はい、で、こちらの部品が服の後ろですね。はい、こういう感じになります。で、これとかが、あ、足ですね。はい、足の白い部分で、一番足の靴の下の部分ですね。はい、で、ベジータの顔になります。はい、部品にしたら、ランナーの部品にしたら、3つ4つのランナーの部品になります。はい、説明書でもこんな感じですね。はい、こんな感じになります。で、出来上がったらこういう風にね、普通のこのランナーからプチプチとつけていって、で完成したらこんな感じになります。はい、これはね、もうお子さんとかボンド使うのがしんどいとかいう人とかで、色もね、拭かなくてもいいっていう人でしたら、これがね、いいと思います。で、お子さんでしたらね、ニッパとか刃物とかがね、ちょっと危ないと思うんで、こういうニッパが不要とか色が不要とか、はい、っていうのがもう手でね、ちぎれる部品、ランナーの部品ですので、はい、お子さんでもできると思います。
はい、ボンドも必要ないですね。はい、まあこんな感じで、ベジータの方ですね。これやっぱね、6歳以上になってます。はい、前とかなんか僕持ってたやつが15歳以上とかね、10歳以上とかっていうのもありますが、これは6歳以上の、はい、になります。はい、まあこんな感じで、今回は、このベジータですね、ベジータの部品紹介と、でこちらのレトロ自販機のうどんそばのプラモデルですね、はい、の紹介をしてみました。はい、これ2つね、ベジータもこちらの自販機も、今日ホビーショップメガドックさんのお店で、買ってきました。はい、またどちらかね、次回作っていこうと思いますんで、よかったらまた次回の動画も見てください。はい、今回はね、2つの部品、プラモデルですねを紹介して、ちょっとね、少し長い動画になりましたが、よかったらまた見てください。お楽しみください。はい、それでは今回はこんな感じで、ベジータと、レトロ自販機の紹介を終わらせてもらいます。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。